で、うん、一人目西門智弘さん、インベーダー作られた方ってことで、まず列伝一人目、うん、で、次二人目いきます。二人目が皇太子が、ちょっとリスペクトしてるのかな。これはすごいと初めて思った人かな。で今日オープニングでも実はそれを思いつつですね出したってことで、うん、それではいきます。二人目がこの人です。ドン、この人、中村浩一。チューンソフトですよね。チューンソフトの中村浩一さんですよね。これが、これがそのチューンソフトを作る前の話で、そうですよね、例の PC8001 っていうのに、はいはいはい、スクランブルを移植した出しますね、うん、このスクランブル、あ、ちょっと待って、失敗した。だからスクランブルつながりで、まあ、アーケードってことで、まあ一応、まあまあまあ、そうね、まあまあまあ、まあ、いいや、うん、まあそこで細かいことも気にして、まあ、うん、このスクランブルは本当にすごいわ。このスクランブルで知ったと、ね、彼初めて知ったのはこれ、うん、その前にね、あの、うん、スペースパニックっていう、あの例の、あったでしょ、スペースパニックっていう、あの平安京エリアを縦にしたやつ、穴掘るやつ、それも8800近く、そうそれをね最初にこの前に出したんだけどね、うんうんうん、その時にはまだし、これもそれもすごいと思ったけども、うんうんうん、これはねなんかあのメーカーが移植したゲームと思ったの最初、うんうん、ああなるほどね、あのメーカーが移植したのかなと思って、コナミがね、うん、そしたら一個人のな高校生が作ったとか、ね、中村浩一さんでいくつかな、知らない、1964年生まれだった確か、そんなこのぐらい、あ、そうなの、それがこの82年とかの高校生の頃、高校生ぐらいに作ったんだ、高校生の頃にこれを組んどるわけだ、圧倒驚かせたというね。へ、もうねマイコンコーナーだったの、あの電気屋の、うんうんうん、どこに行ってもみんなこれやってたわ、へ、必ずこれ、しかもこれはその IO という雑誌に載ってて、うんうんうん、で、あのパッケージ化されてね、販売されたもんね、あ、これ売ってた、売ってた売ってた、もう投稿して採用されて、その後その工学者っていうところがパッケージソフトにしてテープ版売ってた、そのおかげでまたね、もうあらゆるところバカ売れして、高校生の頃それ印税でいくらって言ったかな、いや多分あれじゃない、コンテスト代だけしかもらえないねパターン、いやその頃ね、あのもうあった、 あるある、その印税ってのを知ったのもね、これその中村浩一そんなことができんのっていうことをね知ったのも初めて知ったの、この人、これのエピソードよ。でその頃みんなほらゲームを自分で作ろうっていうのがやっぱ流行ってて、ね、見ながら打ち込むとかですね、そうそう、まずそれを始めて、そっから始まって自分でもやっぱり作りたいっていうのだんだんなってきて、なるほど、あのベーシック入門とかなんかあんのね、やるわけよ、ね、うん、そのベーシックとかいう、まあ初心者でも分かるような簡単な、簡単な言語で、そうね、それで砲台が動いたとかさ、ミサイル発射できたら喜んでる時にこれを見るわけよ、あ、もうね、まあ、明らかにレベルが違うわけね、もうさ、これ早いよね、ここもね、隕石の格が違うってやつ、ね、これ見てね、もう無理だと思った、なんか勝てねえってね、なんかもう才能、自分には才能ないよって思ったもん。いやいや、そんな話いっぱいありますよね、みんな当時、ね、なんかアニメ作ろうと思ったけど、誰々のアニメ見てもどんだけ天才よと思ったもん、これ、うん、絶対このスクロールさせるだけでもさ、この絵でね、そこよね、難しいよ、これこの当時このしょぼいスペック あで、これをなんか記憶だけでこれ作ったとかで、ね、ああなるほど ねこのパターンずっとね、まあちょっとゲームちょっと違っちゃ違うけど、でもねゲーム性もねほぼオリジナルに近いの、そこがすごいって、はっきり言って見た目だけ似たようなのを作れる人っていうのは割といたわけよ、ね、でこれねゲーム性まで、ね、再現してるのがもう驚いて、天才やな、もうマジ天才と思った。俺でもずっと知ったのはやっぱもうチューンソフトぐらいで、あ、うん、なんやドラクエ作ってはったんやとか、うん、スリーやってたんやとか、そんぐらいしか知らんやったけど、うん、まあ、個人で有名になって初めての人ぐらいかな、ねえすごいね、うん、この人でドアドア、あ、この後で、この後、そうそう、この後ね、あのリバーパトロールの、あーリバーパトロール移植したリバーレスキュー、出していいですか、ちょっと動画がなくてすいません、そう動画なくて、これ、うんうん、これまた出来よくてね、いやこれでもパッて見たら一緒ですね、本当動きとかがまたうーんと本物そっくり、びっくりする、これ
で、これなんか縦スクロールをさせるのに、うん、滑らかにするのに、うん、なんか普通にやると4ドットしかカクカクしかできないところを、うんうん、なんか画面を2つ2ドットの画面を2つ用意しといて交互に切り替えて滑らかにする、どんなテクニック使ったとかね、当時ね、当時高校生とかが、はびっくりするわ本当。しかも家でできるとちょっとテンション上がりますねこれね。上がったこれ、ね、ここみんなやってたもんこれマイコンコーナーですごい何時間もいいねこれとスクランブル、定番のゲームってみんなやってたもん。これもねパッケージ化されて結構売れて、で印税高校生ながらなんかもう合わせて数十万とかね印税入ってた。そっか、そんな高校生で俺らバイトしても何万とかの世界やったけどね。それでスクランブル100万、スクランブル100万だったかな、書いてたかな当時の、当時のあのマイコン雑誌に。で写真もね、この写真も載ってて、ああこの中村浩一さんのね、ね、なんて呼ばれてたかな、スーパー、ね、なんかあったもんねその呼び方が、なんかプログラマーのね、プログラマーのなんか呼び方がなんかあってね、へー、スーパープログラマーみたいな、なんかあったもんね、そのね、スーパードクター K みたいなね。でちょっと、読みますね。あ、ミカリンが見てます。ミカリン、ミカリン、うん、ミカリン、ほんとだ。ちなみにミカリンはこれです。ミカリン、あ、出した、ミカリン、ごめん出したから、出した、うん、最初で見てんのこれ、ミカリン見てるけど、見てるということで、あとちょっと読みますね、いい、GRS8013、エイリア、エイリアンパート2。これがね、うん、あの例のスペースパニック移植したやつ。最初にこの人が作ったやつ。ああ、そういう、それを言って、おっしゃってるんですね。そう。と、もう一方、スクランブルの再現度が素晴らしいですね。本当すごいって。もう紙移植。今でもこれ以上のもないっていうぐらい。このパソコンで。なるほど。と、あたりさんが、ベーマがね、ベーマが見ながら一緒に。ベーマが見ながらさ、ベーシックで作ってた頃に、砲台が動いてたと喜んでた頃に、これを、これを組んだわけですね、平気で、しかもオールマシンゴって言って、はそのベーシックと格が違う、難しいよね、言語も。で、これいきましょうか。お、いいかですか、いいですか。で、うん、そう、もう一つの話したいんでしょ。もう一つ、これ、そうそう、これ、これ、うん、これね、エニックスのね、プログラム第1回プログラムコンテストというのがあって、うんうん、82年だったかな、82年。それにね、この人が応募して、最初に作ったオリジナルゲームか。最初のオリジナルゲームにしてこれたからね。しかもな、高校の頃わずか1ヶ月で作ったと。ドアドア、ドアドアを、おー、どんだけ天才だと思ったのこれ見て。これなんか俺、あ、9、うちなんやったかな、9801、これね、いろんなものに移植された、いっぱいあったよね、なんかえらいこれしょった記憶あるわ。これその後いろいろ移植されたもん。これファミコン版ですね、ちなみにね。ちなみにこれはファミコン版でね、キャラクター可愛いんですよね、これね。女の子も結構、おーって感じ。そう。これはね、ディグダグが当時、中村浩一氏がもう大好きで、それの影響を受けてこれ作ったからだと思う。ね、ちょっと似てるんだけど、だから、なんとなくの雰囲気というか、ね、その敵をまとめて、ほら、入れたりとか、ね、やっつけるっていう、そういうのね。これすごいゲーム性高くて、ね、面白くて、こんな、本当に1ヶ月でできるのっていうレベルを。すげえ天才と思った。これで、そのコンテストで、2位かな。1位ね、1位がね、森田和郎っていう、まあちょっと、その時有名な天才プログラマーと言われた人が、またいてね、うんうん、その人が森田のバトルフィールドっていう、シミュレーションか。それが1位だったね。でもね、やっぱ、大体こっちが1位かなって思ってみんな。シミュレーションかよとかね。それ出来は確かにね、良さそうだけども。その人はもう有名、おら、いないんですか？その人はね、その後、うん、会社立ち上げたはず。なんとかっていう。へー、ゲーム会社。へー、で、パソコンゲームとか一作ってて、あんまりパチせんかな。今ちょっと、今何してるのかもはっきりしない。へー、うん。もう割と年も、多分50代後半ぐらいになってるわ。その時30歳ぐらいだったから。この当時ね、この当時に、まあでもそれ30歳ぐらいの方でね、当時でね。でもその人、その次にね、アルフォスっていう、ゼビウスの似た、なんか聞いたことある、タテシアルフォスっていうね、うん、それがね、また出来よくて、めちゃくちゃ滑らかにね、スクロールして、へえ、やっぱその人もやっぱ天才は天才と思った。うん、
でもアイデアとかなんとか総合的にはね、やっぱり中村浩一だろうな。そうね、総合的にね。でもね、その頃は会社経営とかまでね成功させたでしょ。そこがまたすごいと思ったもんね。まあでもゲーム面白いの作りますもんね、うん、さっきほらオープニングで実は試練出してましたけど、もう僕大好きで試練が、うん、前から試練の話ね。もう試練はすごい。でもあれもともとローグかなんかの、うん、ゲームのあれだろうけど、それでもまあゲーム性すごく拡張させて面白くして、うん、そのゲーム性にこだわるっていうのがこの人の特徴です。すごいですもんね。あとほら面白くするからサターンのね、だっけ街、街ね、あれはすごいわ、うん、あれ本当すごいと思う。あれサターンで出したってことと実写ってことで、あんまりほらそうね、売り上げがパッと1000やったよ、ね、1000かったけど、あれすごいよ、うん、あれ面白かったな。面白くて、あれ面白かった。わざわざ実写でやるっていうね、あのこだわりがすごい、うんうんうん、あれは面白かった。あれ個人的にもね、かなりもう何5本指くらいのハリケーンと、うんうんうん、でまたちょっと読ませていただきますと、うん、おおすごい、なんかのおデーマガとか電波新聞社の全盛期の話でしょうか、ペッパーさん。うん、そうそう、 IO とかね、そういうあの移植ゲームとかゲームを、うん、パソコンで当時もアイコンできたけども、うん、アイコンでやるのの全盛期ぐらいの話ですね。話と、なん青畳、青畳さん、おたらもしかしたら古賀君かな、違うかな、見てます、見てますありがとうございます、ありがとうございます、はい、ってことでどうです、いいですか、中村浩一さんはこれぐらいで。まだあるかな。まだある、うん、でもねほら、うん、最近どうなってるのかな。あ、ね、それもありましたね、まあ、いわゆる没落というかね、ちょっと下火になってから、結局やっぱゲーム性も大事だけど、ね、ほら見た目とかインパクトとか、ね、売れる、売れない、ちょっと流れが変わったせいかな、ね、ところで、うん、中村浩一さんの最近の写真っていうのを、うん、これが3年前らしいんですよ。まあ、そうそう。3年前。3年前だけどもね、正確に言うと6年。あ、6年前。6年前。で、これ何年前の？そこから、ここから3年後。あ、ここから3年後。ここ基準に、ちょっと見てください。ここを基準。びっくりしました、俺、この写真。実情？いきます、うん、中村浩一さんのここから3年後は、これだ、うわ、これ。どんだけ劣化してんのこれ、何があったんですかって、これフランケンみたいな失礼な失礼なこと言ってかん、何があったんですかってね、これびっくりしたな俺最初見た時に。しかもゲームセンター CX 堀井雄二解体新書っていうのに出てんのこれ、うんうんね、うん、その時に出てなんか話してるみたいだけど、なんでこんな劣化してんのってね、疲れたんでしょう、ね、疲れてるのかな、天才だからもうね、最初もエネルギーを使い果たすんかなって、やっぱり ね、 ね、経営も一緒にされてるのかな、ね、今社長なんかちょっと知りませんけど、うん、そういうので、ね、大変でしょうね、うん、普通の商売と違って、そう ね、 ね、技術者でもあり、ね、経営者でもあり苦労が多かったんかな、やっぱり、すごいな、ね、えもうエネルギーを使い果たしてる感じがするな、うん、なんか全部取られた感じですね、吸い取られた感じ、ね、ショックショック大ショック、うん、いやこれ本当ショックでねえ、ショックね、ねえ、あ、ねえ元気かな本当に ね、 ねやっぱりチューンソフトのソフト買わないかないですよ、うん、今でもどうだろうね、なんか俺この間でも試練勝ったですから、ね、PSP 買った、うん、この間じゃないか、だいぶ前か、買った買った新品を、新しいの作る活力あんのかな、わかんない。もう今更ドアドア2作ってもダメでしょ。いやー。ね。もうね。ドアドア2とか言って。でも知らない人が見て、あ、ポリゴンね、うん。そんなんでもいいからやってほしいな、うん、もうね。うん、たたりさんから、ベーマが全盛期の頃は、うん、各機種のプログラムがたくさん掲載されてワクワクしてました。まずそう、ベーマ側で入力して、もっと高度なの IO とかね、うんうんうん、そういうのに乗せて、やっぱみんなそういう道通っていくんですね、うん、そうそうそう、基本的にはね、でベーマガに投稿したいなとか思っていくのよ、あ、ね、自分で作ったゲームを、俺もそうですよ、俺少年ジャンプに2回ぐらい投稿したんですよ、うん、俺ギャグ漫画、漫画投稿したの、うん、すっごい適当な漫画どれぐらい漫画を、あ、それたまになんかあの応募企画みたいなのが、ね、あるいや毎回毎結構あったでしょ、ま、結構あったです、見たことある、で友達と二人で書いて、なんか漫画道やったっけ、漫画道やったっけ、
それでなんか採用されたのがたまに載るやつでしょ。あ、じゃなくて、ね、ほら、あの藤子不二雄がね、藤子不二雄の漫画だって、あの漫画、あれを読んで、うん、わ、俺らも漫画家になろうぜみたいなノリで勢いで書いたようなギャグ漫画とか2回ぐらい送ったけど、まあ当然何もなかったんですけど。それは今あるの？え、だってもう送ったら返ってこないですよ、あれ。ああ、そうか、その、うん、コピーして取っとくとそういうのがない、ね、ないね、返ってこない。返ってこなかったやろ。あ、そうか。え、俺結構投稿しますよ。俺だって鉄拳の新キャラクター募集とかあるじゃないですか、うん、キャラクター考えたら、鉄拳3、もう今度出る3の基盤をやるぜとかさ、そんなの応募したの？あ、何回もしてる。どんなの？見たことない。見たどんなの応募したの？子供が描いた絵みたいな描いて、そんなの、こんな特性があってとか言って、4つぐらい送ったんですよ、俺。鉄拳の。すごいな。全然採用されなかったけど。ちょっと見てみたな、あれ。怖いもの見たさで、ちょっと今見てみたいになってきたそれは。今度やりましょうか、今度の。ちょっと見てみる。うん。ね。ちょっと今ね、そこにちょっと気になることなんか書いてある。ベーマガ全盛期の、その下に、ね。明日、ランダムハウス作ったね。あ、思い出した。森田和郎さんっていうの、あの人が作った会社、ランダムハウスっていう。あった。一時だろうな。もう、早い時期に消えたか、なくなったか。あんまりパッとしてなかったはず。多分。で、あたりさんがベーマガ全盛期の頃は、各機種のプログラムもたくさん。ああ、それはそうそう、いろんなね、いろんなもマイナーな機種のやつも載ってたから、あれ、楽しかったね。そうですか。ということで、他いいですか、中村浩一さん。漏れてないですか、ね、ショックでね。やっぱこの人でもう断念したようなもんだもんな。この人見て、あの自分でもほら、ゲームクリエイターなりたいとか、ナムコに就職したいだの思ってたのを。ああ、俺ナムコは行きたかったな、なんとなくですけど。そう。いやこれ見たらね、作れないわと思ったもん。才能ないわとかね。でもなんかの形で、別の形でナムコに行きたいなと思ってたけどね。なるほど。ね、なるほど。営業で行けばと。そういう発想なかったな。営業通発想なかったもんな、その時、全然何も知らなかったから。なるほど。ね、はい。わかりました。ってことで、今回の数、何だっけ、題名、伝説のクリエイター列伝。今日は2人目が中村浩一ってことで、まだまだいっぱいいるじゃないですか。鈴木優さんとか。まあね。ね。うん、まあ、これ結構面白いですね。掘り下げて。いるいる、ナムコの人とかね。まあ、ナムコの人とかね。そうそうそう。ということで、これもまたやりたいなということで、はい、次に行かせていただきたいと思います。